のスタイル変化式を挙げないナシ婚、増加若者の結婚式離れ対策に女子学生が提案する新しい結婚式の形。埼玉女子短大日高市の学生たちが1日、川越市内の結婚式場で新世代の考える新しい結婚式の形を主題にブライダル発表会を開いた。コース料理が多すぎてもったいない、披露宴をビュッフェ形式にして引き出物に弁当箱も。そんな新提案に県内外から訪れた式場運営会社の担当者ら約50人がメモを取りながら聞き入った。発表会は同短大のブライダルコーディネートコースなどの卒業発表を兼ねており、企業向けに開くのは初めて。学生たちは結婚式場でインターンやアルバイトで働きながら、昨年9月から4ケラ5人ずつの班に分かれて提案を練った。西翔英華さん20の班は、式の後も子供の誕生日や七五三などに式場の神殿を利用してもらい、子供たちが結婚式への憧れを持てば新たな顧客になり得るという提案。神殿があまり使われていないのに気づき、式を挙げないナシ婚が増えている対策にと考えたという。民の声に続く。